皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。前回は、吉宗が紀州藩主になるところまでをやったわけだけど。事実だけで見ると、相次ぐ兄の死によって、吉宗が都合よく藩主になれたって感じを受けるけど、実際のところどうだったんだろうな。まあいつの時代も人は面白い方にものを考えがちだけど、私個人としては、この紀州藩の吉宗藩主就任までの一連の不幸は、全くの偶然だったと思うわ。まあ、そりゃそうだよな。もし陰謀的なことならば、諸刃の剣。成功しても禍根は残るし、それにバレたらいくら御三家でも取り潰しになるだろうしな。当時はちょっとした風邪や食あたり、それに虫歯ですら死に至っていた時代。藩主の急死で弟が就任した例は、数多くあるわ。幕末の大老、井伊直弼なんかは11男で藩主になれたんだもんな。そもそも綱吉自身の将軍就任も兄が若くして亡くなってのことだし。それに綱吉の後を継いだ家信が将軍になれたのも、鶴姫の死によるものが大きいわけで。根本問題として、綱吉が養子を迎えることになったのだって、嫡男徳松が創生したのがきっかけだし。何でもかんでも陰謀ってことにしたらキリがないぜ。まあ、吉宗という歴史上最も有名とも言える将軍が、こうも周囲が都合が良い、と思うような展開で将軍になれたという事実。それが現在陰謀めいて語られる要因になっているのかもしれないわね。でもさっき藩主になるまではって言っていたってことは。そうね、吉宗の将軍継嗣決定までの経緯。これは明らかに紀州藩や、吉宗擁立派たちの思惑のもと、繰り広げられた権力争いの結果であるのは事実だから。この辺で起こった吉宗にとって都合がいい出来事を、どう取るのかはその人次第よね。なるほどな。その過程を今日解説しようってことだよな。宝永2年12月、兄頼元の急死により、紀州五代目藩主となった吉宗は、綱吉から、吉、の意味名を受けて、名をより方から吉宗に改める。歴史上に吉宗が登場した瞬間だな。藩主になった吉宗は、即座に緊縮政策を行い、藩の財政再建に尽力することになるの。いわゆる質素倹約ってやつだよな。でも紀州55万石ともあろう大半が、なんでそんなに財政難になっちゃったんだ。経済成長とそれによる価値観の変化により、華やかな文化が出現した元禄時代。庶民に莫大な富を持つ者が現れる一方で、貨幣改鋳などによる物価高は著しかったわ。いわゆる元禄バブルってやつだな。この頃の諸藩の懐事情はどこも一緒で、都市部での物価高に加え、江戸でも国元でも消費生活が進み、それでいて年貢収入は頭打ちになっていた。つまり、収入は増えないのに、支出だけが増えていった状態であったと。さらに紀州は言わずと知れた御三家。このシリーズでも何度も解説してきましたが、武士はその格式を維持するのに莫大な支出を強いられていました。あの水戸黄門の水戸藩が農民に重税を課してたってのは驚いたもんだぜ。その中でも、大名の祭祀が住む江戸藩邸にかかる経費は膨大で、藩財政の半分を占めたと言われているわ。なるほどな、それに紀州藩は水戸と違って参勤交代もあるし、それも最高の格式を求められたわけだからなおさらだよな。紀州藩の財政はすでに光定時代から逼迫していて、寛文8年には江戸藩邸の消失や、干ばつによる損耗高が重なったことにより、幕府から10万両を借り受けていたくらいなの。天下の御三家もわずか2代にして借金まみれってことね。さらにその後も2度にわたって中屋敷を消失させているし、なんといっても嫡男綱紀と、綱吉の娘である鶴姫との婚礼による莫大な出費が重荷となった。将軍の娘をめとると、赤門御殿っていう豪邸をわざわざ新築しなければならなかったんだよな。鶴姫を目に入れてもいいほど可愛がっていた綱吉は、紀州藩邸をたびたび訪れていたし、そのためのうなり御殿の造営や接待費用も甚大で、まさに紀州藩の財政は火の車であったの。光定もせがれを将軍にしようと頑張ったけど、結果があれで、それもせがれに先立たれたんじゃ本当に浮かばれないよな。それに鶴姫の逝去以降、二代光定、
三代綱乗り、四代頼元と、立て続けの葬儀もあったし、とてもじゃないけど順風満帆なスタートとは言えないよな。さらに藩主になって2年後の宝永4年には、江戸時代の南海トラフ地震である宝永地震によって、紀州領の沿岸沿いは甚大な被害を受けてしまうの。まさに吉宗は、火のついた薪を背負う形で紀州藩主としてのスタートを切ることになってしまったわけね。まあでも倹約しなければならないのは分かったが、見栄と張りで生きる武士が、それも最高格の御三家の当主がよく倹約なんてできたよな。その辺が吉宗の吉宗たるところなんだけど、幼少期に家臣の下で育てられたからなのか、過剰に通じ、家臣に思いやりがあり、それでいて形式にとらわれない性格であったの。一説によると吉宗は、当時としては長身の大男で、色も黒く力持ちで豪快な性格だったって言われているけど、俺としてはやっぱり暴れん坊のイケメンのイメージなんだよな。吉宗は自らの衣服やその他、日常生活での倹約を率先し、家臣や領民にもこれを励行したわ。1710年、吉宗は初めて大名としてお国入りしたんだけど、その時の行列と服装は、それはそれは質素なもので、着飾って出迎えた者は、皆揃って面目を失ったと言われているわ。吉宗はまず自らが率先して倹約することによって、家中を引き締めたってわけだ。こうして藩主自らの華美贅沢を戒めるとともに、和歌山城の大規模な人員整理を敢行。多くの小役人や奥女中に暇を出している。今でいうリストラってわけだな。この時の吉宗の倹約令は徹底しており、町に横目と呼ばれる目付を放ち、常に贅沢を監視させた。自分の子供に絹の着物を着せている家臣がいるということを聞きつけた吉宗は、その家臣を呼び出し、自らがきつく注意したという逸話があるくらいね。なんだか少しやりすぎのような気が。倹約だけではないわ。吉宗は支出の削減を行うだけではなく、収入の増加も目指したの。年貢の増収か。まずは藩士に禄高の 5% を上納させ、臨時収入とするとともに、領内の神殿開発や用水工事を行って、年貢の増進に努めさせたの。さらに城下に訴訟箱を設け、庶民から広く意見を求めるとともに、有能な者は身分に関わらず率先して採用したわ。吉宗って将軍になってからも同じようなことをしていたよな。そう、この吉宗の紀州藩主時代の政策は、後の享保の改革の原型として、意義を持つものであったわ。藩政改革の結果、藩内の空気は引き締まり、領内の争い事や犯罪もなくなったと言われている。そして肝心の藩財政も立ち直り、藩士からの上納金も返還。藩主就任から12年が経過した享保元年には、紀州藩の繰越金は金、14万両、米11万6千石までになっていた。他藩が財政難にあえぐ中、紀州は最も対面を重んずる御三家であるにもかかわらず、質素倹約を尽くし、財政の健全化に成功したんだな。この、紀州の名君、吉宗の名前は名実ともに江戸中に鳴り響き、庶民にも広く知られるようになっていたわ。ということでいよいよ。まあここで時を少し遡るんだけど、吉宗が紀州藩士としてバリバリ指揮を取っていた聖徳2年、6代将軍であった家信が死のとこについていたわ。家信も一旦家臣の家に預けられたことのある苦労人で、綱吉の生類哀れみの礼を廃止した名君だったんだよな。そう、その家信の御世もわずか4年で終わろうとしていたの。家信には鍋松という3歳になる嫡男がいたんだけど、七代将軍家継ぐとなる人物だな。家信は腹心であった新井白石を枕元に呼び寄せて、自身の後継についてはまず尾張義道を挙げ、幼少で病弱であった鍋松が成人するまでのつなぎの将軍とするか、鍋松を一旦将軍職に就かせて、その後見人とさせるかの二つを提案したとされる。紀州の木の字も吉宗の世の字も出てこないんだな。白石はこれに反対。せっかく手に入れた権力を手放したくなかったわけだからな。そう、結局家信も鍋松を将軍とし、譜代の家臣でこれを補佐するという形で納得して息を引き取ったとされている。引き続き、真鍋明房、新井白石による聖徳の字が続いていくことになるんだな。前代未聞の幼将軍の就任は、綱吉時代より続いた側近政治をさらに増強させ、
蕎麦用人の真鍋秋草や聖母の月光院は、権力を欲しいままにしていったの。それに楔を打ち込んだのが例の。背後に幕府や多くの権力構造が見え隠れするこの事件も、当事者にとってみれば、ここぞとばかりの多くの綱紀粛正に利用されただけの、ある意味悲劇の事件とも言えるわね。ともあれ、江島事件の翌年の聖徳5年、家継は無事に7歳を迎えたんだけれど、7歳といっても数えだから、現在でいう幼稚園の年長さんくらいかな。幼い将軍の権威を少しでも強化しようとする思いからか、霊源上皇の皇女である八曽宮よし子と急遽縁談がまとまるの。よし子はわずか2歳であったという。皇女って、確か家持ちの時の和宮が最初って言われていたから、もし無事に結婚できていればすごい出来事だったんだな。それにしても、7歳と2歳の結婚って、とりあえず、いい名付けからとかじゃないんだろ。こうなるともはや大人の事情丸出しの、はちゃめちゃ状態のように思えてならないよな。こうまでして婚姻を急いだのも、戦術の将軍の箔付けに他ならず、おそらく周囲も無事成長して、よし子との間の男子を後継ぎにできるとは露にも考えての婚姻ではなかったように思うのよ。赤ちゃんと幼稚園児の結婚ではな。この婚姻は、天皇の血筋であった先の将軍家信の正室、天英院の意向を受けて新井白石らが尽力したもので、長年の将軍家との確執を一気に解消したいと望んでいた霊源上皇の意を汲んでのこととも言われている。将軍就任も婚姻も、家継の全く知らないところで、大人たちが勝手な事情で勝手に動いていたってのはよくわかったぜ。このように周囲が慌ただしく動いていくのとは裏腹に、本人は将軍とはいえまだまだ子供。わがままを言ったりぐずったりした時は、蕎麦用人の真鍋秋草が厳しくしつけたと伝えられており、また本人も秋草を父同然に慕っていたという。まだまだ甘えたい盛りの子供なのに、将軍になったばかりに、なんかかわいそうになるぜ。家継は幼少ながら、時には大人かおまけの振る舞いを見せることもあったといい、あの白石を持って、理髪で聞き分けが良いと評したほどの期待の将軍であった。しかし相変わらずの病弱であったことから、その軽視に関してはたびたび取り沙汰されていたらしく、先の婚姻話もその軽視を迎えるための土台作りであったとも考えられるのよ。婚姻もしていない子供に養子を迎えるなんてのは、公儀の上に立つ将軍家としては筋が立たないってもんだからな。この時に軽視を取り沙汰されていたのが、すでに名君として名を挙げていた我らが吉宗と、そして家信が病床で名前を挙げていた、終わりの吉道か。ここで、この二人の候補について整理してみると、吉宗は、言わずと知れた紀州55万5000石の当主で、家康のひ孫となる人物よ。藩主としての実績も申し分なく、正室には先立たれたものの、この時までに側室との間に二人の男子を設けていた。吉宗30歳、男が一番油の乗っている時期だよな。片一方の尾張吉道、尾張徳川家は、天下の名城名古屋城に居を構える、御三家では最大の62万石を領した家柄で、その四代目当主である吉道は、文武両道に優れ、両国でも善政を施した名君として知られた人物であった。ドラマだと暗君に書かれていたけど、本当は名君であったんだな。尾張家は御三家では筆頭と目されていて、かつ吉道は前述の家信の推挙もあり、将軍家継がもしもの時の場合、彼が八代将軍に最も近い人物であったのは疑いようもないわね。まあこれは、将軍就任前のいざこざが影響していたのかもしれないけど、その筆頭の吉道ではなく、吉宗が将軍になったということは、吉道は、家継将軍就任1年後の聖徳3年、突如死去するの。この吉道の死は当時としても不審なもので、食後に突如として苦しみだし、吐血してのものであったと伝わるわ。しかも近くに石が待機していながらも、全く脈を取ることなく放置され、およそ大名とは思えぬ最後であったという。なんだかきな臭くなってきたな。まあ、この真偽はともかくとして、突如藩主を失った終わりは、吉道の一粒だね。3歳の嫡男五郎太を藩主にして忍ぶわ。将軍家も尾張家も子供が当主なんて、なんか世も末だよな。ところがその後老太も、相続後わずか3ヶ月で死去するわ。関係者が次から次へと。
この緊急事態により、終わりはやむなく義道の弟の継友を当主に据えている。こんなに次々とライバルの終わりに不幸があれば、これでは奇襲の陰謀と言われても仕方のないことだよな。うん、当時から奇襲の隠密が手を下したとの噂もあったんだけど、この当時は両家とも互いに草を放ち、壮絶な情報戦を演じていた矢先で、隠密はお互い様。安易に毒を漏れる状態にあったとは考えづらいし、もし事実であれば終わりは相当油断していたとしか思えない失態よね。確かに将軍や殿様の食生活は、たくさんお膳を作って、さらに多くの毒味で大変だったっていうし、ちょっと考えられないよな。正直当時の終わり家中はお家騒動一歩手前とも言えるほど乱れていたというし、義道五郎太の死の真相は不明よ。ただ、義道の父綱成は、側室との間に22人の男子と18人の女子を設けているけど、男だけで22人って、すごいな。でもこのうちのほとんどは夭折し、成人したのはわずかに男子5人、女子2人のみで、その中でも後に藩主となる宗春以外は全て30代までで命を落としている。つまりまあ超短命な家系ってことだな。そうね、これが自然の所要かは定かではないけど、義道も多くの兄の死があっての藩主就任であったし、この通りであれば、この頃の終わり家中では幼い諸子が亡くなるのは日常であったということのようね。まあ、それが奇襲にとって都合がいい時期に都合がいい具合で重なったということかな。ともあれこの時点での御三家の当主は、終わり継ぐとも、水戸綱枝、そして奇襲の吉宗となったのね。さて、家継ぐが将軍となって3年、前年に婚姻も決まり、順風満帆に見えた聖徳6年。家継ぐは風をこじらせ、それが元で既得となってしまう。まあなんか来るべき時が来ちゃった感があるな。老中、蕎麦用人、そして天英院らの話し合いの結果、継嗣は奇襲吉宗と決定したの。確か、真鍋秋房や荒井白石、そして家継ぐの聖母の月光院は終わり継ぐとも推していたんだけど、側近政治に反対していた老中や、月光院と対立していた天英院たちに押し切られちゃったんだよな。まあこの話し合いの経緯はよくわかっていないのよ。月光院は吉宗とは対立していたと言われているけど、逆に推していたという説もあったり、さすがに宗家の直系が途絶えての史上初めての事態、そうすんなり決まったとは思えないのよね。家継ぐの死によって、家光からの直系が絶えてしまったんだな。ともあれ家康からの血筋が最も近く、すでに跡継ぎとなり得る男子も2人いて、政治的に実績も十分。そしてなんといっても最大の要因は、多くの受けが良かったことに尽きるんじゃないのかしら。そうか、吉宗には御台所になる正室がいなかったからな。気位の高い公家出身の御台所がおらず、入ってくるにしても奇襲の田舎育ちの娘。自分の立場が安堵された多くの人たちは吉宗を歓迎したことだろうな。まあ後で泣きを見るんだけど。この吉宗の就任レースをどう見るかは人によると思うけど、綱乗りのリベンジに燃え、情報公社でもあった奇襲が常に先行し、有利な立場であったにもかかわらず、慢心と油断からか家中にまとまりを欠いた終わりが最後に負けた。なるほど、吉宗は突如自分に近づいてきた将軍という対応、周辺から追い込んで網をかけ、手繰り寄せに手繰り寄せて物にしたってわけだな。その点終わりは、まあ今回いいところなかった終わり家だけど、叱るべき時にはちゃんと枠を取ってやるつもりよ。なるほど、例のあの人だな。時に聖徳6年、1716年5月1日。江戸城大広間において、家継ぐの既得と吉宗の将軍後見が大名たちに告げられる。そしてその日の夕刻、七代将軍家継ぐ死去。享年8歳であった。全然将軍になったメリットのない人物だったよな。こんなに早くに将軍とならなければ、もっと長生きもできて、楽しいこともあったかと思うと、正直やるせないぜ。将軍の嫡男に生まれたばっかりに周囲に翻弄され、幼くして重責を背負わされた悲劇の将軍であったわけね。このことを受け、同日より奇襲吉宗公をもって上様と称すこととなり、史上初めて、御三家出身の将軍が誕生した瞬間であった。いよいよ八代将軍吉宗の誕生だな。といったところで今回は終わります。案外すんなり吉宗に決まったって感じだったな。
当時権力を欲しいままにしていた、真鍋昭房や荒井白石の抵抗を受けるかと思っていたけど。この辺は前のシリーズで取り上げたところだけど、この頃になると、老中ら反抗府派の抵抗が強まり、御政道に歪みが生じるようになってきたの。将軍が幼いんじゃ当然だよな。それに、三代にもわたって続いた、あまりの長きにわたる側近政治に、幕府内部からも新しい風を吹き込んでくれる人物を待望する空気が出来上がってきてのことだと思うのよ。ということで次回はいよいよ吉宗による享保の改革、と、行きたいところなんだけど。あれ、どうしたんだもったいぶって。吉宗といえば米じゃない？そうだよな。別名88将軍と言われたほど米にこだわった将軍であったというし。というわけで、次回は江戸時代の経済で一番重要だったお米についてを取り上げようと思うのよ。なるほど、米将軍の米だな。皆さんのご意見ご要望、そしてグッドボタン、チャンネル登録などしていただけましたら大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。